はい、どうも、調子です。いやー、僕、これまでね、ずっとこの YouTube の撮影を今撮ってるこの iPhone であったりね、この昔使ってた古い iPhone とかでもう撮影してて、もうね、ほんとね、iPhone 優秀なんですけども、ほんと iPhone 使う時もあるんでね、だからほんと不便だった時は不便だったんですよ。Uber やりながら撮影する時とか、こう見ながらやったりとか撮影したりとか、その画面を撮影したりとかね、あと海の中で撮影とかしたいなって時もね、iPhone は持っていけないし、あとバイクで撮影する時とかもね、固定するのとかめんどくさかったりとか、いろいろあったんですけども、この度、私ほんと今サムネ見たから分かると思うけど、GoPro Hero 9をとうとうお金出して買っちゃいました。ありがとうございます。ずっと欲しかったもんなんですよ、 GoPro、 こういうちっちゃいカメラね。ただほんとさ、すごい欲しいものをさ、高いある程度高いものですごい欲しいもの買った時ってさ、もう嬉しさ余ってちょっと一周してさ、憂鬱になっちゃう感じ分かります？買って手元に物が届いた時、その感情にね、今襲われててね、なんか複雑な気持ちなんですけども。でとりあえずね、注文して5日目でこちら GoPro の方が海外からね届きました。いやー、嬉しい嬉しいは嬉しいよ、もちろん。はい、ただ本当俺がこれ使いこなせるか、なんか調子悪くなっちゃったりしないかな、故障しないかなとかね、もう心配性なんでね、もしくは買ったけど意外と使わなくなったりしないかなとかね、もう本当落としちゃったりしないかなとか、もう開ける前からビクビクしてます。はい、でこちらの GoPro Hero 9、これ現段階では一番新しいモデルのやつですね。これね、買ったのは GoPro の公式サイトで買いました。家電量販店とかアマゾンとかでも売ってるんですけども、公式サイトで買うのが一番安いっていうのをね、もういろいろ買う前にいろいろ調べたんでね、GoPro の公式から買いました。はい、じゃあ早速開封していきますね。もうね、いろんなね、英語のシールが貼ってあってね、本当にこう海を渡ってきたんだなって感じしますね、もう段ボールからして。じゃあ失礼して、段ボール入刀。緊張するわ、マジで、本当に。お客さんが来たみたいな感じ。うわー、来たー。GoPro Hero 9と、デュアルバッテリーチャージャープラスバッテリー。こっちから開けていくか。失礼します。うわ、かっけー。うわ、あ、こんなんが入ってんだ。へえ。あ、なんかいろいろ書いてますね、機能が。よし、じゃあ開けるか。もうなんかね、ケースが見えてんすよ。スパムみたい。おお、でけえケース。なんかお弁当箱見て。うわー、出てきたよ。げえ。あ、サンディスクのね、マイクロ SD32GB もね、無料でついてます。ほんとに、あ、手袋つけよう。この手袋はね、違反者講習の時にね、外で旗振った時にね、もらった手袋です。コード、バッテリーだ。ちっちゃいバッテリー。なんか固定するやつだ。これもなんか固定するやつだね。これもね、こうやって固定するやつですね。うわ、ステッカーもついてる。ああ、これはヘルメットとか頭につけられるよ。これはっていうことか。もう最低限のね、説明書ですね。うん、ほぼ英語ですね。で、こいつですよ。こいつが本丸だから。やば。すげえ。いいサイズ感。ちょうどこれ、きんつばとかと同じぐらいのサイズですね。なんでね、GoPro Hero 9にしたかって、このフロントのここに、このモニターがついてるんですよ。だから自分もこうやって自撮りするときも、こうやってここにその画面が映るから、確認しながら撮れるんですよ。で、もう一個買ったのがね、これは予備のバッテリーと、このバッテリーチャージャーですね。結構みんな、この二つの組み合わせで買ってる人多かったんでね、これも買いました。コードと、ちっちゃいな、バッテリーチャージャーも。バッテリーチャージャー、一気に2個充電できる。で、予備バッテリーだね。USB と Type-C ですね。で、今回僕この GoPro をね、さっき言った通り、公式、GoPro の公式サイトから買ったんですけども、で、公式で買うときは、GoPro のサブスクリプションっていう、サブスクっていうね、なんか保証みたいなやつがあるんで、それに入って6000円かかるんですけども、それも一緒に入ると、他のこういう商品が値引きされるんで、お得に買いました。で、そのサブスクっていうのに入ると、無制限のクラウドストレージ、あとカメラの完全交換保証、まあ、これ年に2回までとかで、まあ、ちょっと
お金は少しかかるらしいんですけども、あと GoPro のアイテムが最大 50% オフということで、まあ大体 30% ぐらいらしいんですけども、最大は 50% オフで GoPro のアイテムが買えるということでした。なので、このね、GoPro とこのバッテリーのやつ、これが割引で買えたんですね。値段がとりあえず、そのサブスクがね、6000円。で、このヒーロー9ブラック、このほんとブラックともう一個セットっていうのがあって、棒とかね、三脚とかついてるやつもあるんですけども、僕も家に三脚とかあるんで、この単体のヒーロー9だけが入ってるやつにしました。これが、5万4000円がサブスク入ったので、4万2800円に割引されました。で、このマイクロ SD は無料でついてきて、で、こっちのヒーロー9ブラックデュアルバッテリー充電器プラススペアバッテリーは6100円がサブスクで4270円に割引されました。で、配送料も2500円だけど、なんかそれも割引でかからなくなって、合計5万3070円でした。で、注文してから5日後に届きましたね。結構早かったですね、思ったよりは。サブスクはこれ1年間で6000円なんで、これ多分勝手に自動更新されちゃうんで、もし1年以上やる気ない人はね、早めに自動更新はオフしておいた方が良さそうですね。で、今回この GoPro を買って、それ以外のアクセサリーも Amazon の方で、ね、買ったんでね、それも来てました。もう本当にね、お祭りですよ。本当にこんなたくさん買っちゃって、ちょっとじゃあ開けていきます。はい、この2つです。じゃあまずこっちから見ていきましょう。これはね、この GoPro ヒーロー9の強化ガラスとシリコンケースです。うわっ、これやっぱ怖いんでね、なんか落としたりして割れちゃったりしたら本当嫌なんで、ディアードっていうところのね、アクセサリーセットです、 GoPro の。よし、じゃあまずフィルムを貼っていくか。これがまたな、緊張すんだよな、もうやだな、緊張すんのも。1、2、3ね、3つやるとこあるからうまくできっかな。このちなみに GoPro のアクセサリーセットはね、全部で1698円でした、Amazon で。で、その前にこれだ、もう一個これ買ったやつ。これが何かっていうと、はい、出ました。これはテレシンの GoPro ヒーロー9のベースマウントデュアルインターフェースベースです。これもみんなね、買っていいって言ってたからね、僕も買いました。まずね、この GoPro のね、この下のとこ、もうこれね、封を剥がそう。いい加減ビビってないで。ここにこれがあるでしょ、この、これ。これって、こういうとこにこうやってやって、で、ここに、これでね、固定して使ったりするんですけど、こういう僕が今 iPhone 固定して使ってる三脚、これとかだと、こういうのがついてんだよ。これをね、固定するときにね、当然これじゃ固定できないじゃん、ネジのとこに。こんな感じで。そんなときに、こいつ、これに付け替えれば、この穴のネジの穴があるから、これをここに固定できるから、 GoPro もこういうのにすぐ三脚に、こういう三脚にもすぐ固定できるようになるっていうね、っていうアクセサリーなんです。よし、じゃあ早速取り付けていこう。ちなみにこの値段はね、1599円でね、まあ結構いい値段するんだけど、そんぐらい価値のあるものらしいですよ。このね、ドライバーもついてますから、専用の。ここにあるこのネジ4つを外していく。ピンセットがあった。おし、ちっちゃい、これ絶対ね、なくしたらダメですからね。ピンセットあってよかった。うわ、取れた。よし。で、こっちの買ったデュアルインターフェース、やっぱ純正のやつの重いですね。ちょっとこっちの軽い。これをこうやってここにはめて、ネジを戻してはめていく。よし、できた。これでこの三脚のとこにこうやって、おお、固定できるようになったと。いいね。あ、これちゃんとこういう予備のネジもついてましたね。よっしゃ、いよいよフィルムを貼っていこう。多分これで拭くんだよね。で、このね、ワイプスウェット1、2って書いてある。多分最初にウェットで拭いて、ドライの2で拭いてくれってことなのかな。でもウェットで拭くの嫌だな、買いたての。嫌いなんだよな、このフィルム貼る作業俺。よし、貼っていこう。まず、これは、もういいや、素手でやっていきます。まず、これが、こっちのモニターの方か。よいしょ。剥がした。で、こっちを剥がす、今度。
待って、でもさっき服生まれたての状態なのに。よし、剥がしてこれを。ちげ、ずれてる。ちょ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 、待って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 、よし、こんなもんだろう。うわ、気泡入ったが、まあいいや、もういい、もう本当に完璧を求めない、もういいよ。で、次はこれだな。剥がして、うわ、あんま喋るのもいけないんだよな、ツバトムシ。ずれてんな、ちょっと、ほんとマジで、待て待て、よし、なんか脱出できてなかったかな。うわ、ちょっと汚れみたいになっちゃってるけども、あとは移してみてからだな。もういやだわ、もう本当にこの作業。これもね、あの GoPro ヒロナインってあのこのタッチスクリーンのね感度が悪いって言われてるんですけど、さらにもう張っちゃうっていうね。もっとタッチスクリーンの感度悪くなるのかな。よし、ふぅ、とりあえず終わって、ちょっとここのな、カメラのところのこの気泡みたいなのが気になるけど、まあ映りに影響なきゃいいけども、バッテリーはどうやって入れるんだっけ。ここの取っかかり、これを下に、あんま固、あ、いけた、よし、開いた。おお、ここにこのバッテリー入れる。バッテリーどんぐらい入ってるかな。こうやって入れて、お、入った。ああ、ここにね、つまみがあるんだよね。出すときはこれ引っ張ればいいんだよね。で、こうやって、あれ。こういうとき、ほんと他の人の YouTube 見ると便利だな。こうなりたいよな。誰かのガイドラインに。おー、しまった。OK。じゃあ、いよいよ起動していこう。お、着いた。時間差があるんだ。うわ、うわ、撮れてる。うわ、始まった。こよ、初のこのタッチパネル、どんぐらいタッチ反応すんのかな。あ、あれ、あ、なるほど。あれ、あ、待て待て待て、あ、ちょっとそっか、確かに。え、なになになに、やべえ、フィルムもあんま良くなかった。うわ、ちょっとなんだ、できねえじゃん。もう一個もう一個もう一個頑張れ。ちっちゃちっちゃ、よしよしよし、やっといけた。こんなに感度悪いんだ。よし、じゃあこのクイックっていうね、GoPro のアプリを取ったから、これを開く。 GoPro ペアリング、カメラを接続。すげえ、これを映してるのが映る。すげえ面白い。なるほど、ちゃんとこっちも SD カードなしとか出るんだな。よし、アプリの設定終わったな。で、ちょっと SD カードも入れよう。結構勝てんだな、ここの蓋。これをこうか。よし、すげえ。ちょっとじゃあ設定していこう。こう上からこうやんだ。また反応しない、反応した。反応悪いな、マジで。あ、電源オフはこれを長押しだ。おお、来た。この引っ張ってるつんげもめっちゃ熱々になってるわ。これにほんとこのカバーしていいのかな。結構熱こもっちゃうからな。これをこう、よし。で、あ、ついたついた。よし、じゃあ最後これをこのシリコンケースに入れてみよう。あ、でも入れやすいね、これだったら。まあ、まあ、バッテリーの出し入れする瞬間でも毎回付け替えてもめんどくないか。OK。で、こうちゃんとボタンもね、こうなってるし。あ、ついてた、これも。あ、じゃあ、蓋も変えよう。上に、あ、取れた。よし。で、こう、OK。これでここに直接ね、ケースの中にたまま充電ができる。で、これ、こういう蓋もね、ついてるからね。ここに蓋できるんだよ。こうやって。やっぱね、あ、いいね。持ち運ぶときね、このレンズさらけ出し怖いもんね。で、ここに穴開いてるからね、こうやって、ここに、この、直接入れれば。あ、充電された。よし、これで一通り終わったかな、OK。はい、というわけで、無事に、GoPro Hero 9購入して、
いろいろ初期設定とか、やりたいこと全部終わりました。いや、マジ疲れた。もう本当に一回、ちょっと本当この GoPro のこと忘れたいですね。本当に緊張したわ。いろいろやった。マジで疲れた。やっぱ高価なもんってね、気遣いますね、マジで。はい。ということでね、今後はね、この GoPro Hero 9をちょっとカメラでね、使いながら YouTube の撮影をしていこうと思います。まあ、せっかくね、買ったんで最後は GoPro Hero 9のね、これの撮影動画に切り替えましょう。じゃあ、今は iPhone だけど GoPro Hero 9の撮影に変化、チェンジ。おお、すげえ、いいね。やっぱこっちの方が全然距離が近くても広角ですね。うわ、いいわ。やっぱこれ撮影しやすいわ。ありがた。あ、やっぱほんと買ってよかった。はい、というわけで、うわ、めっちゃ広いわ、絵が。はい、今回は、GoPro Hero 9を購入していろいろ設定してみた動画でした。すげえ、マジで。はい、ご視聴ありがとうございました。おお、すげえ。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。クーラーみたいなカラーリング。